エビグモカはクモ目に含まれる分類群の一つ。カニグモカに似てやや縦長。エビグモカファイリデラミリは多くは平らな感じの徘徊性のクモの一群である。かつてはカニグモカに含めたこともあり、全体の雰囲気はよく似ているが、独立した群と認められるようになった。カニグモは体が扁平で、第一、第二脚がよく発達していて、 それを左右に大きく広げて構える姿がカニを思わせるのがその名の由来である。エビグモの場合、それに近い形ではあるが、それほど第一、第二脚が発達せず、左右に幅広く構えることもないため、印象的にはやや縦長である。名前も同じ甲殻類でより縦長なものということによるらしい。このトガの日本産のものは、 この他にシャコグモ、ヤドカリグモといずれも、縦長の甲殻類の名をもらっている。英名はカニグモをクラブスパイダーというのに対して、エビグモはランニングクラブスパイダーという。あまり大きなものはおらず、目立たない群である。全体に扁平な雲で、全体にカニグモに似た雲である。カニグモは、待ち伏せ的な捕食の一つの方向に徹底して、適応し、東京部は、 長さと幅がほぼ同程度で、頭部は盛り上がらない。目は八眼、前後二列だが、前列はやや後曲、後列は大きく後曲する。そのため、前列眼と後中目が六角形に配置、後ろ側眼は、ややそれから離れて後方にある、という形になりがち。目はすべてほぼ同大、いずれもカニグモ類の側眼のようにはっきりした、盛り上がりの上にある、ということがない。 腹部も扁平で、横幅よりは、縦が長いものが多い。ふわしは、いわゆる横行性で、前三脚が前を向き、第四脚は後ろに伸びるが、先端は、多少外側。ただし、カニグモのように、第一、第二脚が特に発達して、第三、四肢が、はるかに短い、というものではなく、どの足も、おおよそ同調程度。ただし、第二脚が一番長い。 足先の爪は2本。また、カニグモのように足に、トゲ状の毛が多いこともない。ヤドカリグモは、トコジラミの天敵とされている。徘徊性で、多くは、樹状や草の上で獲物を待ち伏せる。動きは結構素早いものが多く、カニグモのようにゆっくりした動きとは違っている。世界に29属、約500種が知られるが、その半数は、エビグモ属に含まれるものである。 日本からは以下の山賊のみが知られる。それ以外については、エビグモカの属種の一覧を参照のこと。ありがとうございます。